更だけど、劇場版の下等って偽下等よりも厄介じゃね？という事実に気づいたみんなの反応集。それではどうぞ。そもそも一人で軍団作れる上に本体性能も上積みとかダメだろ。呪霊では相手にならないからと直々に戦い始めるのは笑ってしまったよ。こいつはこいつでちゃんと五条悟とは別方向に最強だったんだよ。軍を作れるのは最強の子である五条には唯一できないことだから、怠慢では圧倒的な差があるけど別方向で最強ではあったと思う。でもその呪霊操術の質を千年間収集した千万体から厳選されたものに底上げし、渦巻きで術式の抽出が起こることを発見し、極小でも打てることに気づき、低級呪霊にバフをかければ一級術師の上積みを一方的にボコボコにできることに気づき、天元を取り込み領域展開解体スキルへ解く。まさに完全上位交換の賢者が一方的に負けてしまうらしいのが五条悟なんですよ。やっぱり方向性の違いとか言っては見ても二人の最強ってのは無理があったと思う。下等がそこに最強を見出してたなら、高専に所属してた方が異常に並び立つことはできたはず。多分五条よりも救助者の生還率高いんじゃないかな。戦闘と運搬と索敵と捜索を同時進行できちゃうからね。でも違ったんだよ。最強ってそんなシステムの評価上のものじゃないんだと考えちゃったんだろうね。索敵に関しては命名さんと違って視覚共有ができないからってあるし、自分の取り込んだ呪霊が払われない限り索敵はできないだろ。なんというか、味方にいたら便利なタイプなんだよな。下等とか矢がみたいな軍隊持てるタイプの術式ってただ術師としての実力が五条との間に圧倒的な差があって、それで最強って言われても本人が納得できなかったんじゃないかなとは思う。五条が真に最強になったのは溜め込んでた時期だからな。最終結論が世界を根こそぎひっくり返す存在でもおかしくない。なんかどっかのドブカスみたいなことになってるな。その上、お仏遮断術式とお仏食い術式だからマジで劣等感えぐい。芸術点高い。呪霊操術って超強いけど毎回本体の肉弾戦になってて笑う。いいだろう、特級ゴリラだぜ。見える腕とかゴリラだしな。当然のように自分で戦った方が強いの草生える。動くたびに袈裟じゃなくてジャージとかにしとけと言いたくなる。一周回って縛りかもしれん笑い。映画のバッサバサと動く袈裟最高だっただろ。いいよね五条袈裟。五条サトルは戦略兵器下等、スグルは軍隊強みは違うんだよ。呪術界の人手不足を一人で解決できてしまいそうなので闇落ちしていただかないと。無造無造じゃダメだな。矢印まあわかる、直接叩くか矢印わからん。趣味特技格闘技の男だ。むちゃくちゃだよ。普通に特級呪霊すらも召喚できるのはむちゃくちゃだよ。死体の処理をしてなかったからですかね。証拠が死体処理しないと突きつけてるんるんで向かったメロンパンがいたからです。五条さあ、証拠じゃない高専関係の死体処理班に頼んだよきっと。まあそことメロンパンが繋がってたとかそういうあれや。このレベルの術式範囲はメカ丸ぐらいしかいないし、本体性能も高くて特級にふさわしい能力。見間違いじゃなければ例の乙骨黒線受けた時自分との間に雑魚呪霊とふさに挟んでなかったこいつ。雑魚さん入れていたね。乙骨を触手ピーしていたやつ。仮に五条と二人で闇落ちなんてしてたら世界滅亡もんだよ本当に。バレないように隠蔽工作しつつこそこそ呪い集めるだけで呪霊被害の報告件数を減少傾向にできるんだからとんでもなくヤバいわよ。絵描き的にロン毛バサバサはためくっくまっすぐな棒ではない武器という三重苦をあそこまでぬるぬる動かしたのは本当にスタッフの方々頑張ったと尊敬する。自分なら夜逃げするレベル。しかもそれと一緒に乙骨とリカも同時に動かさないといけないからな。ちなみに書いたアニメーターは呪術一期の19話の黒線と24話のダブル黒線を描いてた人。特集あったけどすごかった。結局描写はないけど呪霊操術使いを殺したら呪霊溢れ出てくるのかな。五条がとどめ刺した時は呪霊霊だったから結局わからずじまいや。パパ
黒がどうなるかわからんから殺せないって言ってたし、まだどうなるかわからないんだよな。こいつ呪詛師落ちした後もめちゃくちゃ貢献してるよね。事前に呪霊テロを起こすって予告されて対策してた上で術師があれだけ駆られてるし、予告なしで暴れられてたら被害がシャレにならん。取り込んでた呪霊の数を考えると、そこらの術師たちよりも非術師に貢献してるのがね。呪霊が発生する世界で呪霊を刺激できる術式ってやっぱり異質な感じがあるよね。しかもそれがパンチカ系からポンと出てきてるのがまたね。呪霊操術って本人が呪霊をボコらないとダメ的なのあるっけ？なかったら五条がボコって下等が取り込むムーブとかいうクソゲーも生まれてそうだけど、ないよ。ま、人とかわかりやすい。ないよ。自分より弱いくらいにダメージ受けてたら秒で取り込める賢弱が、ま、人取り込んだのは完全にそのパターン。一気に多方面で対応できるのは便利すぎるな。地味に術式範囲もインチキなんよ。なんの縛りもなく、少なくとも東京京都間はカバーできるってずるくない？間に呪霊かませてたかなんかで本当は本人潰れてなさそう。実際無傷だったし、乙骨に負けたのは京都、東京の2カ所で百鬼夜行を起こして短期で乗り込んだ結果だもんな。もちろん逃げるとか MVP はいたにしても、一人で2カ所呪術師を足止めしながら、クッソ強い本体がフリーで動いてくる。個人的にラルーの強さが気になる。他の家族と比べて逃げるよりな気がするんだけどな。百鬼夜行って実質下等と逃げるのみでやっているからな。家族は足でまといですらある。乙骨が呪文を使う際に犬巻家の呪縁で理解してたのに、耳を呪力ガードしてなかったあたり、下等は受けても効かないと見ても良さそう。まあダメージを肩代わりできる呪霊とかもありだけど、本人の耐久が異常でも納得できるんだよな。んでも五条霊設定のがいるとはいえ、光線にほとんど勝つ見込みのない戦いだったんだよな。乙骨を孤立無縁にするためにそこまでやった。楽にそこまでして欲しかったリカちゃんって何？って話になってくるけど、下等自身誰よりも痛いほど五条の実力は理解してるだろうし、その上でリカさえあれば五条含めた呪術界に勝てるって相当な見込みだよね。リカ抜きでも勝率が 2.3 割弱と見てたあたり、例の設定上だと異常に今ほど圧倒的な格差がなさそう。リカの呪力で呪霊を強化し放題だったり、シンプルに術式のコピーができるのは呪霊操術と合わせるとチートクラスではある。本人のゴリラどもかなり上がるだろうし、戦闘が書かれたのは過去編と霊感だけで、しかも結果だけ見ると敗戦続きなのに、今見ても強すぎると言われるくらいにはおかしい人。呪霊操術の評価が上がったのって、賢弱がその有用性を本編でいろいろ披露してからな気がする。それまではどっちかというと特急なのに弱い的な評価の方が目立ってた印象。忘れちゃいけねえ、こいつは乙骨つくもと同格の化け物だ。確かに革命は広範囲を攻めれる下等の方がやりやすそうだな。その後おそらく迎える恐怖政治にも呪霊操術はぴったりだし、メリットは大きいけどゲロ雑巾のリスクは高い。今回は以上になります。このチャンネルでは話題になったアニメや漫画についてのみんなの反応を紹介しています。動画制作のモチベーションになりますので、興味を持った人は良ければ高評価、チャンネル登録、コメントをよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。